雑魚踏みつぶされたようだな。味方と足並みを揃えよ。敵国家王位を攻撃するのだ。落葉トーナメントの潜入に成功。コートは追い詰められています。急ぎ救援に向かいましょう。最強の武を見せてやる。龍の相手に武者修行する。そんなのどうして考えられない。美女を探しに美女と同道する。とてもいいね。あまり近寄らない。そういうところだ。とても素敵だな。火種を早急に消さねばならない。中央門を突破し清盛を撃て。なんと立派な城なのだ。天将様の新たな居城にふさわしい。美女ではないか。鉄火殿、落胆ぶりがあからさますぎるかと。手触りだ。あの人は本田家主将。最強の武を見せてやる。戦うあなたは実に楽しそうです。私も少し本気を出してみたくなりました。最強の武を見せてやる。かたじけない。姫様の修行にお供して参ったのですが、妖魔の襲撃に遭い離れ離れに。おお、素晴らしきお働き。頼もしい限りです。礼には及ばない。困ったお互い様で。閣下殿、それはさすがに白々しい。それは楽しい。最強の武だから遠慮が来てくれたようだ。早速見つかったかな。では行ってみるとしよう。超よくて女の子だ。北から頼もしい援軍が来てくれたね。閣下殿はいつも楽しそうで羨ましい。隠しなどいつ死んでもおかしくないに。とても何かを楽しむ余裕など。それは逆ではないかな。こいつはちょっとまずいな。どなたか、どなたか救援を。様が囚われているのです。救出に向かおうと思ったのですが。なるほど。姫君の救出、私たちが引き受けよう。北から冷たい風も吹いてきたようです。私の体調は頼りない状況に。風は来たか。いい流れで東西の橋を制圧。
したいことがあるのだ。実に楽しそうです。私も本気を出してみて。最強の武を見せてやる。
なたはいつも出してる。私も少し本気を出してみたくなりました。修行の最中に囚われてしまうなんて、イナが未熟でした。助けていただきありがとうございました。イナ、よかった、無事だったのね。無事であったか、イナ。ならばよい。ああ、あんまり親に心配かけるんじゃねえぞ。うん、素晴らしいね。苦労した甲斐があったというものだ。楽しそうですね、角家殿。この俺の分、誰にも止められん。